はいどうも、リュウシです。スカウトの調査力 C 縛りで日本一を目指すペナント第10回になります。縛り内容は概要欄を見てください。前回はね、なんとリーグ優勝、してね、もう日本一まであと一歩というところまで来たんですけれども、最後の最後にね、チームを引っ張ってきたキャッチャーの菅井と、あとね、中継ぎ深井と、まあ、横松がね FA をするということでね、ちょっとまた一からチーム作り直さないといけないぐらいのね、まあ、レベルなので、来年ちょっときつくなるんじゃないかなということで、まあ早急にキャッチャーをね補強しないといけないわけなんですけれども、まあそれを踏まえてね、まずは現役ドラフトやっていきたいと思います。さあ選手、まずは考えていきたいと思います。さあ選手考えてきました。まずピッチャーはトカノくん、リリーフですね。158キロと球速いんですが、まあ、一発持ちということで、まあ、成績もあんま振るわず、出番もね少ないので新天地で頑張ってもらいたいと。続いて野手は、まあ、外野手アラくんですね。まあ、以前も出したんですが、どこからも指名されず、まあ、能力ね伸びが悪いということで、ちょっと今後もね厳しいんじゃないかなと思うので、まあ、一応アラくん出しておきます。まあ、どこも取らなそうですけどね。それではやっていきたいと思います。さあ今年はいい選手いるかどうか、現役ドラフト、まあね、見ていきたいと思います。中日大滝くん、スタミナの高い先発ですね。球速安定、伸びいいということで、土地能力はまあそこそこ、球も150キロ超えてて、チェンジアップは優秀ですね。4年目の22歳と年齢もめちゃくちゃ若い。楽天大岩くん、中継ぎですね。158キロで球は速く、特殊能力もね結構優秀ですね。赤得なくて、まあ、青得、まあ、力配分はありますけれども、変化球も2球種でスローカーブはそこそこいい感じで、5年目の27歳と、ここから乗ってくる感じですが、まあ悪くはないかな。オリックス相内くん、守備が良さげな三塁手ですね。特殊能力はそんなに、というか何もないと。足はそこそこ速いですね。5年目の26歳、年齢はまあ若いですね。オリックス2人目、東郷くん。結構基礎能力は優秀で、スタミナめっちゃあってね。まあ、変化球も3球種で悪くないかなと思いましたが、特殊能力は4球四球ということで、まあ、タイピンチ C は悪くないですが、足が速め。広島の能登くん。奪三振ゴロピッチャー乱調と、まあ、特殊能力はそこそこですね。基礎能力は結構強いですが、8年目31歳と年齢は結構いってますね。広島2人目大浦くん、打撃はめっちゃいいですが守備は微妙と。三塁と外野ができますね。5年目の26歳と年齢は悪くない。日本ハム葉山くん、あー強い。基礎能力はまあスタミナそこそこ高くて、コントロールは微妙、変化球もまだまだですが、特殊能力は強いですね。タイピンチ B に奪三振ゴロピッチャーと。青徳が優秀、4年目の22歳と年齢も若いんで悪くはなさそう。ジャイアンツ神田くん、いやー赤徳がひどいな。基礎能力は結構優秀な中継ぎかなと思いましたが、赤徳が微妙すぎますね。6年目の28歳と、これならまだトカノくんのがいいかな。ソフトバンク寺内くん、足が速い内野手、サブポジが豊富ですね。青徳も悪くなさそうと。結構サブとしては優秀かな。まあ、守備がちょっと下手なんで、そこを鍛えればという感じですが、悪くないかな。ヤクルト、モロくんかな、ちょっと読み方わかりませんが、あ、強いですね。基礎能力も結構優秀で、スタミナもそこそこある先発と。3球種で悪くないんですが、特殊能力がめちゃくちゃ優秀、伸び B、勝ち運、球持ちもあると。タイピンチも C なんでね、これは優秀だな。8年目の26歳と、まだまだこれからやれそうですが、球速下がってるのがちょっと気になりますね。もしかしたら早熟かも。阪神野原くん、青徳がめっちゃ優秀、プルヒバント丸プレッシャーラン、怪我しにくさ B に回復 B ということで、結構酷使できそうですね。ただミート守備が微妙な感じですね。ショートはさすがにできなそうと。お、阪神小園、これは元 DeNA の小園か、小園健太ですね。12年目の30歳ということで、リリースまで打たれてるビート、特殊能力は悪くないですね。基礎能力も結構強め、まあ、年齢以外は優秀ですね。
以上になります。ちょっと考えていきたいかなと思います。指名するのはヤクルトの茂呂君行こうかなと思います。まあ来年すぐ使えそうな先発ということで、8年目の26歳とね、まあ、30歳ぐらいまではちょっとやれそうかなと思いますんで、茂呂君行きたいと思います。さあどうだ。うーん、人気がないな。何番目になるか。茂呂君は一応1球団だけですね。いや、相変わらずの最後ですね。しかも荒君が選ばれてんだ。茂呂君指名されちゃってるんで、余ってるとこがどこかというとロッテですね。木村君か、まあ、外野手の三井君。悪くはないかな。期待の逸材、4年目の22歳と年齢は若いので、外野は結構ね選手少ないんで、三井くん行こうかな。木村くんは年齢がちょっとね。三井くん行きます。さあ全ての指名が終了しました。まあ2巡目はね行かずということで、まあ今年も最後に、荒くんが指名されました。それでね、まあトレードではないですが、ロッテの三井くんを獲得しております。茂呂君はヤクルト、ファイターズに行ってますね。さあドラフトですね。まあとりあえずねキャッチャーをね優先的に補強しないといけないので、まあ、いい選手いればいいかなと思いますので、見ていきたいかなと。今年1位なんで一番最後ですね。これはくじは外せないですが、まずピッチャーですね、上から見ていきたいと思います。星君、社会人左腕ですね。151キロで3球種、カットボール、カーブ、チェンジアップと。ただ特殊能力は対左いい2緩急丸ということで、そんなに強くないかな。船津君、社会人ナンバーワン右腕のリリーフですね。150キロでコントロールそこそこ、変化球も3球種でチェンジアップが優秀ですね。対左 C に切れ丸と、特殊能力も良さそう。梅津くん、こちらも社会人リリーフで、コントロールが A というね、珍しい。変化球はちょっと微妙ですが、回復し、リリース丸と。まあ、悪くはないかな。中畑くん、九州の街道、大学生右腕ですね、152キロで。カットボールと縦スラが良さそうで、ツーシームも持ってると。対左 C に脱三振と、特殊能力も良さそうですね。木本くん、全日本優勝大学生ですね。144キロ左腕で、変化球、高速スライダーに縦スラスクリューということで、悪くないですが、特殊能力は微妙かな。船越くん、関西のドクター系、大卒で全日本準優勝ですね。球速は144キロとそこそこですが、スプリットが7とえぐいですね。スタミナそこそこありますが、対左 C に脱三振と、特殊能力は良さそうですね。榊原くん、石川の街道で157キロ、スラーブがえぐいですが、まあ、スタミナがちょっと低いですね。先発はできなそう。対左 E に打球反応丸と、特殊能力も微妙かな。おお、大石くん、全日本ベスト8の大卒ピッチャーですね。先発中継ぎできて、コントロールスタミナがめちゃくちゃ高い。変化球はカットボールと縦スラ。縦スラは結構優秀ですね。クイックイーに荒れ球と、特殊能力はめちゃくちゃ弱そう。ヒルタくん、こちらも大学生リリーフで、158キロとめっちゃ球速くてカットボールがえぐい。対左 B と、特殊能力も悪くなさそうですね。いろはしくん、大学生で全日本優勝してるリリーフですね。152キロ左腕で、サイドスローということで、スライダーと縦スラーにツーシーム。コントロールはちょっと低いですね。対左 C に内角攻めと、特殊能力は良さそう。北の剛腕、手動くん、ですけれども、157キロのアンダースローと、めちゃくちゃ速い。高速スライダーと高速シュートと、めっちゃ速い球しか投げれない。コントロールも悪くないですがね、面白い能力してますね。伸び C に打球反応もあるということで、ちょっと気になりますね。その川くん、九州のドクター系、大卒で161キロ左腕ですね。めちゃくちゃ速い。カットボールに縦スラと。打たれず差しにリリース丸と、特殊能力もまあそこそこ悪くないかな。ハイセくん、大学ナンバーワン左腕でリリーフですね。152キロと、球も速くて3球種、スローカーブ、フォーク、チェンジアップと。変化量も優秀ですね。対左 C に脱三振と、特殊能力も良さそう。川澄くん、甲子園優勝ピッチャーで152キロ左腕ですね。まあ、スタミナはそこそこですが、カーブ、スクリューの2球種と、打たれずさ P に脱三振と、特殊能力も優秀ですね。碇くん、名前強そうですが、160キロ右腕か、右投げですね。スタミナが豊富で、変化球はそんなに良くないですが、打たれた C の内角攻めと。
まあ、160件の高卒はちょっとロマンありますね。萩原くん、高卒リリーフというか抑えですね。3球種でスライダーフォーク高速シュートと、コントロールはそこそこですが球は140キロと遅いですね。ただ伸び B は強い。矢口くん、こちらも高卒リリーフで3球種カットボールスライダーシンキングツーシームと、コントロールは悪くないですね。対左 C に内角攻めと特殊能力も優秀。投手は以上になります。結構優秀な選手いたんじゃないかなという印象ですね。続いては野手になります。お、松谷くん、社会人キャッチャーですね。まあ、キャッチャーは第一の補強ポイントなんで、これは悪くないかな。ただ何も、二つな的なもんがないのは気になりますが、特殊能力は対左心のみと。沼田くん、社会人内野手で、まあ、走力肩が強い。パンチ力もありますね。対左 B にハイボールヒッターと特殊能力も優秀ですが、まあ、ショートはちょっと微妙かなと。穴田くん、社会人外野手でミートと走力が優秀ですね。左打ちということで、ちょっとね、うちのチーム左投げのピッチャーと左打ちのバッターが全然いないんですよね。盗塁シーン流し打ちと特殊能力も悪くはなさそう。塚本くん、社会人優勝内野手ですが、こちらもちょっと守備が弱いですね。パワーはありますが対左と特殊能力は微妙。お、浦山くん、大学生キャッチャーで関西の大砲と、強肩でパンチ力もありますね。対左 C にハイボールヒッターということで、浦山くんいいですね。まあ、競合はしそうですが、指名するのはありかも。松丸くん、関東の怪物ですね。なんか久しぶりに怪物見た気がしますが、肩が強い内野手、パンチ力もまあ弾道は高めですが、対左 B と特殊能力もまあ悪くないですね。熊野くん、大学ナンバーワン内野手で足が速くて守備もうまい。サードよりセカンドをやらせたい能力な感じがしますが、盗塁シーネミート対応と打撃がどうなるかですかね。お、ゴーくんですね。こちらも大学生内野手でミートが高いショートですね。まあ、守備は最低限という感じ。走塁 B にダメ押しと特殊能力もまあまあ悪くはないかな。中村くん、大学ナンバーワン外野手で、パワー以外は結構優秀ですね。特殊能力は走塁のみということで微妙かな。藤山くん、高校ナンバーワンキャッチャーで、まあ、ミートと肩がそこそこ高いかなという感じですが、盗塁 C で、まあ、高卒キャッチャーはあんまり取って余裕がないかなという感じです。ザマくん、関東ビッグ3の一人で、俊足の外野手ですね。甲子園ベスト4ということで、盗塁 B にミート対応と特殊能力も噛み合ってる感じがあって悪くはない。力石くん、高校ナンバーワン外野手で、まあ、走力肩が強いですが弾道位置はちょっと微妙かな。早急にハイボールヒッターということで、特殊能力もどうだろうか。野手は以上になります。まあ、一応強めなキャッチャーいたんで強行指名してもいいかなと思いますが、ちょっと考えていきたいかなと思います。まあ、ドラフト1位はやっぱり浦山くんかなと思います。まあ、キャッチャーね、一応候補としては浦山くんと、あとは社会人の松谷くんですかね。この2人どっちかは言っときたいですが、松谷くんの方が単独いける可能性はありますけれども、やっぱちょっとロマン求めて浦山くん行きたいと思います。何球団来るか、1,2,3,4 球団か、きついな。やっぱ松谷くん行った方がよかったかな。4球団確実に引いていきたいですが、頼む。おー、マジで？でかすぎる。いや、マジで。これはね、でかい。木本くんが3球団。中畑くんが2球団ですね。ドラフト2位で、大学生ショート、ゴーくん行きたいと思います。まあ、ショート一応選手的にはね、空いてないんですけれども、まあ、サードファーストあたりはね空いてるんで、サーポジつけてどっかしらで使いたいかなと思うんで、ゴー君いきたいと思います。ドラフト3位に高卒リリーフ矢口くん指名したいと思います。まあ、3球種でね、コントロールもそこそこあって将来性も悪くなさそうですので、矢口くん3位でいきたいと思います。ドラフト4位で島根のドクター系前山くん指名したいと思います。150キロ左腕でね、ちょっと左投げ欲しかったんで、大学生ですが、こちらを4位でいきたいと思います。ドラフト5位で大学ナンバーワン内野手の熊野くん指名したいと思います。まあ、俊足で守備が上手くて、まあ、サードセカンドできるんでね、まあ、最悪ダイソー要員守備要員で使えるんで、こちらを5位でいきたいと思います。
ドラフト5位で大学生リリーフ左腕アクネ君指名したいと思います。まあ、左投げのリリーフがマジでいなくて、カットボールスラーブは結構優秀そうなので、こちら指名して今年はね、6人で終わりにしたいと思います。さあ FA ですね。今年3人、さらにね菅井くんが FA してるので、まあ、一番の目玉だとは思いますが、ちょっと動向をね確認していきたいと思います。さあまずは深井くん、B ランクですね。まあ悪くない、41ホールドということで、まあ、なるべくセリーグ行ってほしいですが、一応海外に高い関心があるのでアメリカにも行きそうですね。そして菅井くん年俸5億、能力的にはね下がってはきておりますが、まあ、3割30本100打点のキャッチャーということで、まあ、人気になるんじゃないかな。高いですが、ただこちらも海外に興味あるということで、海外行くとお金入ってこないからちょっと微妙なんですけれども、あと横松くんですね。まあ、3900万と年俸は低めの C ランクですが、まあ、能力的にはね悪くないんで、ただ打てなさすぎて、試合には出れてないという感じで、まあ、3人がねどこ行くのか、まあ、見ていきたいかなと思います。さあどこに行ったのか、まずは、菅井くん。ロッテか、パリーグじゃん最悪だな。いっぱいヤクルト、あれ去年トカノ君もヤクルト行った気がしますが、まあセリーグは頑張ってほしいですね。横松は西武、まあ横松はねそんなに打てないでしょうパリーグ行ってもいいや。去年ヤクルト行ったトカノ君めっちゃ打ってますね。2割9分4厘で9本塁打ということで、規定にも乗ってるみたいなんで、あまあヤクルト行った選手がね頑張ってくれるのはちょっとね嬉しいですね。助っ人ですが今年はリリーフ取りたいと思います。アメリカのオルビー選手ですね。右投げのリリーフ、防御率 2.64 で27歳と年齢は若めですが、ナックルカーブ6っていうのがいいですね。コントロールも良さそう。まあ、B ランクですかね、いきたいと思います。さあ開幕戦までやってきました。今年はちょっと不安ですけれども、なんとかね A クラスには潜り込めるように頑張りたいと思います。というわけでまずメンバー見ていきたいと思います。投手ですけれども、先発ゆうきくん、須田くん、徳田くん、松田くん、新沼くん、古谷くんの6人でまずは回します。中継ぎですが、手島くん、斉藤くん、富井くん、丸尾くん、高野くん、ショーツくんに助っ人のオルビーですね。そして守護神は一色くんとなってます。スターティングオーダーですけれども、1番日笠くん、2番西海くん、3番江ノ下くん、4番小向井くん、5番アサートン、6番クレイ、7番猪俣くん、8番佐原くん、9番にルーキーの浦山くんでやっていきたいと思います。というわけでルーキーの能力が確定するオールスターまでいきたいと思います。さあルーキーの能力が確定したので見ていきたいと思います。まずはドラフト1位の浦山くんですけれども、当たりですね。まあ、基礎能力、もちろんめちゃくちゃ強くてね、意外とパワーがあって打撃も悪くなく、特殊能力なんて言ってもキャッチャー C なのはめちゃくちゃ偉いですね。でまあ、三振はあるもののプルヒッター持ちということで、打撃も守備も、文句なしという感じで、いきなり菅井くんの、ね、穴を埋めてくれる能力ではあるんですが、まあ、今ねスタメンで使ってて2割3分6厘7本ということで、まあ、打撃もちょっと頑張ってもらいたいですが、これは良かったかなと思います。続いてドラフト2位のゴーくんですけれども、まあ、思ったよりもミートは低いですね。まあ、基礎能力が全体的にちょっと低いかなと、思いますが、まあ、特殊能力何もないんでね、その辺がちょっと微妙だったかなという感じですね。まあ、ショートやるのはちょっと厳しいんで、ファーストのね一応サポジもつきましたが、続いてドラフト3位の矢口くんですけれども、能力的にはめちゃくちゃ、申し分ないというか、3球種でコントロールもそこそこ高いと、特殊能力もね四球はあるものの、球持ち緩急もあるということで、アウトクは強いですね。でまあノリノリになって1軍で使ってて 1.32 で、6ホールということで結果出してますね。高卒でこれは結構、優秀だと思います。続いてドラフト4位の前山くんですけれども、まあアウトクはね内角詰めまっすらと結構優秀ですが、赤特四球スロースターターはちょっと微妙ですね。で基礎能力もちょっとねスタミナないと先発で使うのは厳しいですね。まあ3球種
になったんで、その辺は悪くないんですけれども、意外に、走力早いですね。続いてドラフト5位の熊野くんですけれども、まあ足は速いですね、守備がいいんでその辺は悪くないですが、アウト組まれたい変化球まで走塁 B 回復 B と優秀ですね。まあ打撃がねちょっとまだまだなんで、その辺鍛えていかないといけない感じですがね、サブとしてはね非常に優秀な能力となってます。続いてドラフト6位のアクネくんですけれども、特殊能力がねちょっと微妙なんですよね。荒れ玉一発調子極端ということで、ただね基礎能力は、まあ、3球種になって、まあ、コントロールでそこそこあるんで悪くはないかなという感じで、まあ、ちょっとノリノリになったんでね1軍で使いましたが 3.07 で、まあ抑えでね6セーブ上げてます。続いては競合したルーキーの能力を見ていきたいと思います。まず2球団競合中畑くんですけれども、おー強いね。基礎能力は変化球はまあもうちょっと鍛えないといけませんが、まあコントロールスタミナそこそこあって悪くないですね。アウトクめちゃ優秀、奪三振牽制丸球速安定マッスラということで、これは当たりですね、大当たりと言ってもいいでしょう。続いて3球団競合ですかね、木本くんですけれども、いやこれはちょっと微妙かな。基礎能力3球種で変化球は優秀なんですけれども、赤徳がえぐい、回避玉四球負け運抜け玉と伸び B あるのはいいんですが、ちょっとこれは使いにくい感じですかね、もったいない。そして外れ1位で2球団競合になったキャッチャーですね、松也くんですけれども、まあ、肩は強いですね。青徳も悪くない感じですが、エラー持ちという感じで、ただねキャッチャー D なんで、そう考えると浦山くん言っといてよかったかなという結果ではありますね。さあ年間表彰式までやってきまして、今年はね4位ということで、A クラス逃してしまいました。やっぱり菅井くん1人いなくなるだけでね、打撃がめちゃくちゃ弱くなるのがねちょっと今年分かりましたね。まあ、ゲーム差も 10.0 ということでソフトバンクがね強すぎました。ただねまあ要因としてやっぱ交流戦が弱すぎますね。今年多分4勝とかで終わってるんで、交流戦勝ち越していればもうちょっとね、上行けたんじゃないかなという感じなんですよね。ちなみに交流戦の順位なんですが、まあ、優勝したソフトバンクはね3位で11勝7敗に対して、4勝14敗ということで、これはねさすがに苦手というか、まあ、2年連続で最下位なんでね、ちょっとこれは考えないといけないかなと思いますね。というわけでシーズン成績見ていきたいと思います。まずはピッチャーですね。規定到達したのは2人、まずは須田くんですが、まあ、防御率 2.63 と非常に優秀なんですが、10勝11敗ということで、まさかの負け越しということでね、まあちょっと打撃にね恵まれず、負け越してしまいました。一応ね2桁勝利はできたんで、まあ、3年連続ぐらい達成してるかなという感じです。続いては徳田くんですね。防御率 3.69 で9勝8敗ということで、こちらはね勝ち越してはいるものの2桁には届かずという感じでした。そして今年ね結城くんが規定に届かず、防御率 3.69 で、まあ徳田くんと一緒なんですが6勝13敗ということでね、ちょっとこれはねかわいそすぎますね。さすがにこの成績でね7個も、負け越しというのはねちょっと、まあ微妙すぎるんで、まあ久しぶりにね規定乗らなかったということで、今まで頑張ってくれていたんですが、まあ、来年復活してほしいですね。そして新沼くんですね。防御率 4.20 で5勝5敗ということで、まあ、悪くはないんですが、もうちょっとね安定してくれるといいかなということで、まあ1軍まあ、常に一軍にいたわけではないんでね、なんとか頑張って固定してもらいたい。続いて浅間くんですね。防御率 3.59 で7勝6敗ということで、まあ、途中から一軍に上がって、まあ、そこそこの活躍でしたね。こちらは確か現役ドラフトで獲得した選手だったと思うんで、まあ、もうちょっとね2桁勝てるように頑張ってもらいたい。あとは葛城くんですね。防御率 4.61 で2勝6敗、まあ、途中ノルニャニになったんでね、一軍に上げたんですが、あんまり、結果を残すことはできずということで、まあ、もうちょっとね、お得つけたいかなと思いますね。あとは柴崎くんですけれども、防御率 4.25 で2勝3敗ということで、
まあ、割とね1軍に上がるの遅かったんですけれども、まあ、ちょっと他にね先発いなかったんで、まあ来年はもうちょっと頑張ってもらいたいかなと思います。そして守護神一色くんですが、今年ねちょっと序盤、だいぶ苦しんでね、まあ、2軍に落ちたりもしたんですが、最終的には防御率 3.64 で24セーブということで、まあ今年はね最多セーブ取れなかったんですけれども、もうちょっとね防御率、下がってくれないと厳しい。そして中継ぎなんですけれども、まずは助っ人のオルビーですね。防御率 2.49 で37ホールドということで、まあ活躍してくれましたね。能力的にも、まあ、アウトコア打球反応もあるのみということで微妙なんですが、変化球ナックルカーブ6で、コントロールもねいいんでね割と良かったかなと思います。そして高野くんですね、防御率 2.14 で36ホールドということで、まあ今年も安定感抜群でしたね。深井くんがいない中でやっぱ勝ちパーの一人ね柱として頑張ってくれております。そして斉藤くんですが、防御率 1.86 で16ホールドということで、まあちょっとね中継ぎ正直めちゃくちゃ良かったんですよね今年。誰を勝ちパーにするかっていうのがめっちゃ悩んでいたんですけれども、まあ、斉藤くんも1年通して頑張ってくれておりました。そしてルーキーの矢口くんですが、防御率 2.45 で9ホールドということで、まあルーキー、高卒ルーキーでね、非常に安定感抜群だったかなと思います。続いて、こちらもルーキー、アクネくんですね。防御率 2.70 で8ホールド7セーブということで、まあ、中継ぎ抑え両方務めてくれたんですが、まあ、能力の割にはね、安定感あったかなと思います。あとは丸尾くんですね、防御率 1.60 で4勝5ホールドということで、まあ、ビハインドでの起用がメインになったんですが、それで防御率1点台なんでね、ちょっと勝ちパーに入れても良かったかなという感じではありますね。あとはトミーくんですね、防御率 2.93 で、まあ、1ホールドということで、こちらもねビハインドでの起用が多かったかなと思いますが、防御率2点台で安定していたかなという感じです。こんな感じで中継ぎのね防御率リーグトップでしたね。しかも結構ダントツだったんで非常に安定感、抜群でしたね。ただタイトルは取れず。続いては野手ですね、まあ、上から見ていきたいと思います。まずは添田くん、今年ね3割届きました。3割1分5厘で12盗塁ということで、まあ途中からねスタメン掴んでギリギリ規定に乗ったかなという感じで、なんと今年唯一の3割バッターということで首位打者獲得しております。まあ、結構投高打低な、リーグになりました。そして江下くんですね、打率2割9分7厘19本89打点ということで、まあ、菅井くんの代わりに3番に入ってもらってね、まあ、DH での起用だったんですが結果を出してくれたかなと。まあ、一応首位打者取ったこともある選手なんでね、もう37歳ですが。続いてはね、関本くん、今年復活しまして打率2割8分9厘1本ということで、まあ盗塁はね減ってしまったんですけれども、まあ安定感ある打率を、残してくれましたね。蘇った男ということで、ミートがね A に上がったんで、まあ、来年以降もね万世なんで、頑張ってもらいたいです。そしてアサートンですが、まあ、打率こそ2割4分3厘と低いんですが、今年も20本、60打点ということで、20本超えていきましたね。正直菅井くんがいなくなってチームホームラン数ダントツで最下位なんで、アサートンの存在はまあでかいですね。そして西海くんですね、打率2割4分1厘14盗塁ということで、まあ、ちょっとセンター固定とはいかなかったんですが、なんとかね規定には到達したという感じで、もうちょっとね2割後半ぐらい残してくれると助かるんですが頑張ってほしい。そしてルーキーの浦山くんですけれども、パワーめっちゃ上がってますね。打率2割2分2厘と低いですが、ホームラン13本と2桁放っております。まあ、菅井くんのね、代わりを務めるの非常にプレッシャーあると思いますが、まあ、1年目はね、まあ、結構頑張ってくれたかなと思います。あとは規定には届いておりませんが、まずはクレイですね、打率2割5分9厘で18本ということで、まあ、能力的にはね、基礎能力は微妙ですが特殊能力は非常に優秀なんでね、ホームランもまあチームでねちょっと少ない数少ない2桁本塁打打てる選手なんで、頑張ってほしい。
あとは小向井くんなんですが、今年はめちゃくちゃ苦しんでおりました。打率2割飛んで1厘で11本ということで、まあ、スタメン外されたりしたね感じで規定には届かなかったんですが、まあ、来年以降復活してほしいですね。あとは日笠くんですね、2割7分1厘で、結構ね頑張ってはくれておりましたが規定には届かずという感じで、ちょっとねショート争い小磯くんと頑張ってね、結構切磋琢磨してたんで、まあ、その結果ねちょっと規定には届かなかったという感じになってます。そしてショートのねレギュラー争い務めた小磯くん、今年は3割2分2厘7本ということで、まあ、途中ノリノリになったりもしたんですけれども、その前からね、結構打率高くて、まあ、ここでね復活ということで、やっぱショートのね2人どっちを使うかっていうのが非常に悩みどころですね。そして猪俣くんですが、まあ、結構ねシーズン序盤頑張ってくれて2割8分3厘と最終的には3割届かなかったんですが、まあ、途中ね1ヶ月ぐらい離脱してしまってね怪我で、それがちょっと痛かったかなという感じです。まあ、あんまりね、まあこんな感じで走力もちょっと下がってるんですが、やっぱ対左に弱いんでね、その分ちょっと試合数も少なくなっちゃうかなという感じです。というわけで、まあ、チームの成績はこんな感じなんですが、ちょっと一つね、めちゃくちゃムカついていることがあります。ロッテに移籍した菅井くんなんですが、めちゃくちゃ干されてましたね。試合数30試合でとどまっております。打率こそ2割9分2厘4本とね、頑張ってはいるんですが、なぜかキャッチャーとしての出番はほぼなく、というかね、もう後半入るまではね、1試合も試合出てなかったんですよね。まあその代わりに務めたキャッチャーが、宇津木くんが一番試合数多かったのかな、2割9分2厘19本と。確かに打ってはいるんですが、わざわざ FA 取ってね、干すっていうね、ちょっとこれはムカつきましたね。ちなみにヤクルトに行った深井くんなんですけれども、防御率 1.55 で39セーブですね。守護神として活躍していてね、最多セーブ取ってますね、これ。こっちはね、もう菅井くんとは真反対でね、大活躍の、しているということで、まあセパでね、分かれて、まあセリーグならね、大活躍していいんですが、使われないのはちょっとそれはそれでね、悲しい思いしております。というわけでね、最後に年間表彰式を見て終わりにしたいと思います。さあ、今年はどうでしょう。まずベストナインですけれども、いや、一人もいない。マジか。寂しすぎる。キャッチャーは宇津木くんですね。あの試合数で選ばれるんだな。そしてゴールデングラブですが、いや、マジか。ゴールデングラブも一人もいないんだけど。いや、こんなことは初めてですね。菅井くんが今までベストナインが確定してたんでね、ちょっと今年は寂しすぎますね。個人タイトルですけれども、まあ、新人王ね、浦山くん取ってますね。まあ、1年目キャッチャーで規定到達して2桁打ってるんで、まあ、これ妥当かなと。そして首位打者に添田くん入ってますね。唯一の3割バッター。あとはいないかな。そうですね。最多セーブセリーグは深井くんという感じになってます。さあ、というわけで11年目終了しまして、まあ今年はね、昨年優勝から一気に B クラスまで転落してしまいました。まあさすがにね、まあ打ちまくってたキャッチャーがいなくなったのはでかかったですね。まあ来年はね、もう一度 A クラス、返り咲けるよう頑張っていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、今年も来たな。誰だ、有機 FA。 いやー、きつい。エースが FA しましたね。毎年誰かしら抜けるな。いや、マジかよ。関本くんも FA したんだけど、復活したのに。復活したらさ、残るだろ、普通。